YouTube 聖書神学校の支援の学びの時となりました。今日は支援の115編です。では早速支援の115編を見ていきます。支援の115編、詩篇の115編、私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために、栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。なぜ、国々は言うのか、彼の神は一体どこにいるのかと、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。これを作る者もこれに信頼する者もみんなこれと同じである。イスラエルよ、主に感謝せよ。この方こそ彼らの助けまた盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助けまた盾である。死を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助けまた盾である。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、死を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方のあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように。主は天と地を作られた方である。天は主の天である。しかし地は人の蔵に与えられた。死人は主を褒め称えることがない。沈黙へ下る者もそうだ。しかし私たちは今より常しえまで主を褒め称えよう。ハレルヤ。感謝いたします。詩篇の116編でした。感謝いたします。では、早速、石黒先生の詩篇の115編の学びを見ていきます。詩篇の115編、主に信頼せよ。祝福は天地の創造者から。解説、極めて整った内容と調子から、礼拝式文と見られるが、その類型類型は単一ではない。例えば 1,2 節は民主の嘆き、 3 から8節はイスラエルの神と偶像と対比する賛美である。前の詩篇とこの詩篇との間に何の区別も表題もないことから、72訳やウルガタ訳では一つに結びつけられるが、内容は明らかに個別である。4から8節の偶像と、偶像礼拝についての記述は論争的であり、内容的に135の15から18との関連がある。しかし、ここからユダヤ教の改宗者を意識して歌ったものと見るのは一方的である。異教への関心は何も異教からの改宗者に限られたものではない。14、15節において私たちからあなた方に認証が変わるが、それ以後を独立した別個の詩篇と見る必要はない。原作がバベルの星の時代に成立したことは2節や9節以下の励ましの宣言から察せられる。注釈、1節の懇願の祈りは小国民からのあざけりを背景としてなされる。つまり、たとえ私たちに、要求できる権利がないとしても、神ご自身の名誉が汚されないように行動を起こしてくださいとの懇願である。参照、エゼキエル書36章の22以下の。真のイスラエルにとって神の誠実さ、真実さ、超越性は自明であり、疑いを差し挟む余地はない。詩篇の115の3。2節にある彼の神は一体どこにいるのかという疑問文は、イスラエル人が保守時代にしばしば耳にした非難であった。43の3と10。
79-10、3章エゼキエル36-6-20。他の宗教には必ず信仰の対象となる神の像があったが、ヤハウェはどんな形によっても表現され得なかった。またその像を作るべきでもなかった。出エジプト記20-4-5、申命記5-8-9。3から8節では主の全能性と偶像の無限性が、対比されて述べられる。3節冒頭の、接続詞、ワークワウワウは実に確かにという意味で強調のために用いられる。イスラエルが信じ仰ぐヤハウェは他の何者にも依存することなく超越し者として天上にあり、自由に御業を行われる。135-6。4節以下に偶像を礼拝することの愚かしさが皮肉を込めて論争的に述べられる。銀や金とを用いて作られる偶像は外見はきらびらかであるが、地上の人の手の技に過ぎず、どんな働きもできない。旧約中の類似した告発として申命記4-28、イザヤ44-9-20、エレミア10-1-16など、また外見ではベルと竜1-22節などが参照される。これらのテキストの類似性はしばしば共通の猜疑的伝承への依存として説明される。アンダーソンら5-7節、偶像は形の上では人や動物に似ているが、その体は全く機能しない。8節、偶像礼拝者らは偶像と同様に物である。虚しいものに従って生活すれば、その物も虚しい存在となる。第2列王17-15、エレミア2-5、真に誠に恐るべき方は主なる神である。参照マタイの10-28。9-11節に見られるイスラエル、アロンの家、主を恐れる者たちという3つの呼び名、12-13節、118-2-4、135-19-20にも見られるは、別個に異なったグループ、つまり一般のイスラエル地、祭司氏族および会社を指すと見る説もあるが、むしろ真の神の民を様々に呼び変えていると見るのが良いと思われる。特に詩文の特徴である兵法法からこのことが言える。出エジプト記19-6等でもイスラエル全体が祭司の王国と呼ばれている。参照イザヤ61-6、第一ペテロ2-5-9、黙示録1-6。9節の助けまた盾という神の機能は33-20等にも見られる。12節、祝福は神が共におられることの証である。それは物質的な繁栄であるとともに霊的な幸いをも意味する。13節、信仰者に祝福が与えることは聖書全体に述べられている創世記12-2-3、参照エペソ1-3-14。14節に NSA の人々にとっての祝福の基本と考えられていた子孫の繁栄が約束される。15節にヤハウェの存在が最も明白に印象付けられる。イスラエルが使え祝福を期待するのは天と地を作られた方にである。創世記1-1、詩篇121-2、124-8、参照使徒14-15。16節、人は天上の霊界や死者の世界17を自由にコントロールすることはできない。ただ地上の正しい管理が託されているだけである。創世記1-28と29。17節は旧約時代の死読みの概念を背景とする。つまり死者は神との人格的な交わりを絶たれている。彼らは神を賛美することも、あるいは神に祈って聞き届けられることもない。6-5、30-9、88-5-10、そこは沈黙の地である。94-17、18節、神に生かされている私たち、70人役では私たち生きている者は生ける限り死を褒めてたよ。17-18節の主は珍しく短縮形のヤハ、ハレルヤは主ヤハを褒めたたえよの意、70人役では次の詩の冒頭とされる。現代への適用、この詩篇から特に2つのテーマを選んで学びたい。第一に神の栄光についてである。信仰とは
神の働きに新鮮な驚きを抱きつつ従うことであると前編で学んだ。そしてそのクリスチャンにとって、霊的力の源は神の栄光の輝きを見つめていること、 115-1 にあると教えられる。キリストを仰いでいるとき、その信仰は健全であり、困難の中でも冷静に対処できる。しかし、キリストから身を背け、御言葉から手を離し、問題そのものや自分の能力の足りなさに目を奪われるとき、その生活には安定性がなくなる。ペテロの古城での経験はそのような反面教師とみられる。また、14-28-31、私がまだ幼かった頃、私の育った村では、村中の人たちが汗水垂らして働いて、それぞれに収穫した、出来米を一つところに集めておく習慣があった。ある年、その木造倉庫が炎上した。近隣の家々では、類飯を食い止めようと必死になっている。その混乱の最中、ある家から飛び出してきた老人の手には、一枚のお礼がくしゃくしゃに握りしめられていた。自分をお札がくしゃくしゃに握りしめられていた。自分を助けてくれるはずであった一枚の紙の片辺を持ちながら、その人は呆然として立ちすくむほかはなかった。その姿は私の脳裏に焼き付いて、誠の信仰を求めさせるきっかけとなったと思う。私の信仰は目に見えない全知全能の主をどこまでも信じ、主はその栄光のために喜びも試練も全てを究極の目的に導いていかれることを確信し、待ち望み期待していく信仰である。詩篇の 115-3、 そこにこそ人生の勝利がある。参照ローマ 8-28-37。第二に、イスラエルという名称の意義について学びたい。それは広大、一つの民族名、北王国の名詞、保証、あるいは神の選民について用いられるようになったが、元来はヤコブに神が与えられた名である。その事情は創世記 32-22 以下に、野牧の私での故事として伝えられる。そのところでヤコブは神が使わしたある人と格闘した。結局彼は桃のつがいを外されて敗北した。相手はあなたは勝った、よくやったと褒めるが、28、事実は任されたのであった。この敗北こそイスラエル、神と戦うの意義であると思われる。真のイスラエルは神と取り組んで任された経験から出発する。安心して身を委ねられるのは、私を打ち負かして得る相手に対してである。自分が勝っている間は本当の信頼心は生じてこない。詩篇 115-9 以下で信頼すると訳されている動詞はヘブル語でバタフである。身を投げ出して相手にバタと寄りかかり、もたれかかるイメージを描いたらどうだろうか。神の民は時としてヤハウェイと組み打ちをする。そしてしばしば打ち負かされる。それでよい。その自我の打ち負かされた経験こそがイスラエルの新しい出発の時として記念されるのである。感謝いたします。石黒先生の詩篇の115編の学びでした。また次回の詩篇の学びでお会いいたしましょう。マスアトエイスタ、シュア現列、パッションプリズユ、シャロム、バイ。